にちは、リシノスタッフの木下です。今回はあると便利なミラーがテーマです。身だしなみを整えるだけでなく、インテリアの一部としても活躍してくれるので、ぜひ取り入れていただきたいアイテムです。デザインに加えて大きさによっても使い方が大きく変わってくるので、今回はサイズ別にご紹介していきます。手軽に持ち運べるサイズ感のミラーは手元でメイクをするときに役立ちます。小ぶりなので、ダイニングから小スペースのデスクまで様々な場所でお使いいただけます。デザイン性の高いものであれば、ディスプレイアイテムの一つとして取り入れるのもおすすめです。素敵に飾りながら実際にも使えるので一石二鳥です。壁に取り付けて使うような少し大きめのミラーは寝室や玄関におすすめです。デスクと合わせて使えば簡単にドレッサースペースを作ることができます。スペース的にドレッサーを置きにくいワンルームにも手軽に取り入れられるので、ぜひ真似していただきたい方法です。またこの方法ならデスクとして兼用できるのも嬉しいポイントです。続いては玄関です。玄関にミラーがあれば、出かける直前にパッと身だしなみを整えられて意外と便利なんです。それともう一つ、玄関は光が入りづらい場所であり、暗かったり圧迫感を感じることがあります。そんな時はミラーを取り付けると光を取り込んで空間を明るく広く見せてくれます。全身がしっかり映るサイズ感のミラーは姿見として、玄関はもちろんお部屋にあっても便利です。先ほども少し触れましたが、ミラーは空間を広く見せる効果があるので、ワンルームなどのコンパクトなお部屋には特におすすめです。もう一つ、インテリアとして壁に取り付ける使い方。お部屋に窓があるような開放感がプラスされます。ミラーの使い方いかがでしたでしょうか。動画内で登場したアイテムは右上のマークか概要欄からご覧いただけます。ミラーとしての機能はもちろん、インテリアとしても活躍してくれるアイテム、ぜひ生活に取り入れてみてください。